三島財閥当主の座に返り咲いたわしは、ある伝説を耳にする。古来より南米の奥地には刀身が眠るという、究極の武を手中にできるというその伝説にわしは魅せられた。しかし探索は失敗に終わる。俺は母がいてさえくれればそれでよかった。なぜだ。その頃、俺は母の遺言に従い三島平八のもとに身を寄せていた。力だけを求めていた。圧倒的な力を。俺は平八に勧められるまま大会に参加した。そして奴は現れた。母の仇を前にした時、何かが俺の中で弾けた。力のためには血縁の死さえ厭わない。呪われた三島の地。あの時何があったのか思い出せない。